グリフォンくんボロボロです。何があった？なんかログインしたらこの状態だったのよね。ただ見当はついてるわ。そうなのか？この世界って見つけた時からボロボロな子いるじゃない？ガーディアングリフォンとかそうだよな。この子も見つけた時ボロボロだったから、おそらく野生でボロボロだったやつはテイム後もボロボロになるってことよ。どんな制約？まあ回復薬あるから回復は大丈夫なんだけど、ログインの度にボロボロの姿になるの悲しいわ。あ、目が綺麗。さて今日もこの世界の子たちを仲間にしていくんだけど、今回は挑戦をします。前回の最後に言ってたやつだな。で、何に挑戦するんだ？ボス生物のテイムよ。おお、ついにやるのか。ちなみにこの世界には4種類のボス生物がいるが、誰にするんだ？メガキテクスよ。選んだ理由は？好きだから。だろうな。それに飛行ボスだと前回革命を起こしたウルフの出番がなくなるからね。それでイサなんだけど、彼らってイサが特殊でブレインなのよね。そういえばこの世界のボスはノウクーンだったな。私たちもたまにこんな感じのノウ食べるじゃない。それは白子だ。で、この白子の素材なんだけど、各種ソウルをたくさん使うのよ。それぞれ20個ずつか。多くはないが少なくもないな。なので今回はソウルを集めつつ、いつも通りいいやつがいたらテイムしてって、最後にボス生物テイムに挑戦していくとするわ。普段のことに加えて最後にメインディッシュが待ってるのか。これは楽しみだな。ちなみにソウルの在庫は意外とあるわね。ウィキッドソウルあと3つでできるな。まあ他にも使うとこはたくさんあるし、とりあえず探索行ってみよう。どうした急に危険行為して。いや、ドラゴン相手に振り切れるか試したいんだけど、こっちに無関心なのよ。敵対すらされてないな。肩パンされたわ。あれ、肩パンなのか。ずっと無視するからやりました。殺し理由がヤンデレみたいだな。私のこと無視するからいけないんでヤンデレになるな。そういえばこのウルフについてまた分かったことがあるわ。ほう、なんだ。この子のハギ取り、どんな生物でも霜降り肉と腐った肉しか取れないのよ。ほらね、マジだな。まあ霜降りは餌としてよく使ってるからありがたいんだけど、こんな感じですぐインベントリが満タンになっちゃうんだよね。一応満タン状態でもソウルはサバイバーのインベントリに入るから問題はないけど、気持ち的にもやっとするのよね。便利だけど不便でもあるな、この能力。あと状態異常系はウィキッド以外は効かないっぽいね。今ガーディアン種に殴られてるけど行動制限受けてないし、ほんと優秀だな。うお、エフェクトすごいね。気をつけろよ。わかってるわ。マンティ相手に簡単に逃げ切れるわね。それじゃあもう恐れるものはないな。ガーディアングリフォン今日もかっこいいわね。ただ冒頭の話を聞くに、テイムしてもボロボロになるんだよな。おそらくね。だから残念だけどこの子のテイムは諦めることにするわ。せっかく仲間にした子がログインの度ボロボロになるの見てられないもんな。お、外悪のフローズンワイバーンいるわね。ひどい言われようだな。え？こいつライトニングブレス使うのかよ。そうね。見た目はファイア、名前はフローズン、使うブレスはライトニングの欲張りセットよ。多分このブレスにも騎乗解除あるんだよな。あるだろうね。これは外悪ですわ。お、フレミングティラコレオのいいレベル。ちょっと興味あるわ。あら、橋の上に落とすつもりが崖下まで落ちちゃったわ。お、落ちた先にパリピのラプトルがいるわね。せっかくだから両方テイムしますか。フレミングの炎上ゴリゴリ減らされるわね。対策してないと普通に脅威だなこれ。よし、パリピも眠らせてと。ラプトルをつけ。お、クロノスサーベルいいレベルだな。やるのか？やるわ。そっちの意味じゃない。正直クロノスキブルの用意がめんどいのよね。専用キブルが裏目に出たか。テイム効果ゴリゴリ減ってくわね。霜降り肉だとこんな減るんだな。やっぱラムチョップかキブルじゃないとダメか。いいレックレスグリフォン発見。こいつは最初から体力が削れてないタイプのグリフォンだな。じゃあ安心ね。知らない名前を発見。プリンス？王子様ってこと？カエルです。カエルかい。ちゃんと王冠乗ってて可愛いわね。
カエルと王子ってなんか騎士官というか見覚えがある感じがするな。お、マックスレベルのフレミングオールだ。燃えてるな。面白そうだから仲間にしましょ。いいところにウォータリー種の柱が湧いてるわ。ウォータリー種ってのもいるのか。水中生物特有の種族みたいなものね。能力とかもわかんないけど海で黒真珠集めするように水中要員は欲しかったのよ。なのでテイムするわ。手渡しだから一度渡してしばらく放置ね。待つ間にまた探索だな。また知らない固有名詞生物ね。ミスターフラックルズでいいのかしら。翻訳だとそうだな。ちなみにフラックルズの意味はケバダツらしい。なるほどわからん。でもいいレベルの固有名詞出してテイムするっけないね。なんか上に変な表記出てるんだけど。フラックルズが飼いならされました。注意してくださいって書いてたな。そんな注意書き出るなんて、この子の性能に期待しちゃうじゃないか。バシロが大海原に出てる。急に面倒になったな。う、クニダリアに気づかれたな。ここまでか。諦めちゃうのか。あの後拠点に戻って準備したりでいろいろ頑張ってみたけど、うちの子たち水中が得意な子が全然いなくてクラゲに対しても無力なのよね。バシロもまだまだ終わらないし、ここは撤退します。見つけた時慢心せず囲んでおけばよかったな。ほんとその通りだったわ。相変わらず前に進まないジェットだな。これでもうちの中では一番水中に向いてるのよ。ってことでテイムはここまで。ここからはボス生物の捜索に移るわ。ついに来たか、楽しみだ。いないわね。いつもならこの小さな雪山に何体か湧いてるのに。あっちの広い雪山で探したらどうだ。向こうの雪山はなぜか湧かないのよね。そうなのか。となると荒野になるな。ボス生物が集結してるあんな魔境でテイムしたくないんだけど、仕方ないか。ってことで魔境にやってきたよ。早速いるな。そういえばボスの属性って3種類あるけどどれ狙うんだ。とりあえず火力が高そうなファイアを狙いたいけど、いいレベルなら属性関係なしで仲間にするわ。ってことで探してみたけど、いいレベルいなかったわ。今回ゴリラの数少なかったな。あと逆に狙ってない奴の高レベルはたくさんいたな。目の前にいるファイアマンチコアとかね。しかもハマってチャンスだしな。とりあえずコマンドで野生をリセットさせるわ。とりあえずブレインも作れたし準備完了。いつでもテイムいけるわよ。高レベル湧いてるといいな。今回はちゃんと雪山に湧いてるわね。両方レベルは微妙だな。まあまあこれからよ。ガチャよ。うるさ。ガチャがいるわ。やっぱいるのね。興奮しすぎだ。だってガチャいるだけでいろいろ楽になるしね。とりあえず近くのゴリラが危険だからどうにかしないと。痛い。いや、野生で3万超えのダメージだと。これがボス生物の力か。さすがだな。もう一体のゴリラもどかさないと。あれ？ゴリラがあんなところに。そしてここら辺にいたガチャはいずこに？これはひょっとして。ガチャ、バッチ。それだと別の意味に聞こえるな。せっかく見つけたのに。まあいるのは分かったし、また会えるだろ。会えたわ。開口が早すぎる。テイム方法は手渡しって書いてるけど、餌的にバニラと一緒かな？フクロウのペレットがいいみたいだし、もらってきますか。あれ？出ない。ペレット出しなさいよー。モッドのポットでは出してくれないみたいだな。仕方ないので石を持ってきました。急に餌の質下がったな。全然食べてくれないわね。バニラと違うのかもな。手渡し表示も出ないからワンチャン気絶テイムにかけるわ。ダメでした。これは諦めるしかないな。今夜は枕を濡らすわ。気を取り直して探索再開。540レベルのエレクトリックゴリラ見つけたわ。こいつにするか？もうちょっとレベル欲張りたいわね。なので彼女はキープよ。発言がクズ彼氏なのよ。キターファイアのゴリラ、しかもマックスレベル。おお、これ以上ない人材だな。早速テイム。行きますか。それでどうやって気絶させるんだ？普通にウィキッドプテラで空から攻めるわ。まあ妥当だな。ちなみにボーラは効かなかったわ。さすがにか。
一発で気絶し20万か、9回ほどで眠るな。次で最後ね。無事眠らせたわ。お疲れ様だぜ。さっき倒れかけてた気がするけど気のせい？気のせいだぞ。ゴリラも立って寝るタイプなのね。ボス生物はみんな立ち寝なのかもな。ついにボス生物を仲間にするときね。あれ？私死にかけてね。見返した感じゴリラからの謎のダメージで機乗車貫通してたな。マジ？生物に乗ってると全然気づけないわね。とりあえずブルードマザーが迫ってるから急ぎな。きたー。最初のボス生物はテンション上がるわね。火力とか色々楽しみだな。それじゃ帰りましょうか。なんでちょっといいレベルなんだよ。それじゃ性能見ていきますか。まずはフレミングティラコレオよ。忍者みたいな見た目だな。もうそれにしか見えないわ。とりあえず炎上持ってますと。ただ失血はしてないわね。この世界のティラコは失血もらう前の個体ってことだな。あの失血と炎上を同時に使えたらゴリゴリ削れると思ったのに、残念。まあこの子壁登りできるし忍者ってことでいいか。何がいいのかさっぱりだが納得したなら何も言わんよ。続いてはフレミングオール。雪フクロウが燃えてるの違和感かつ不思議だな。顔真っ赤で草煽りみたいな紹介すな。やっぱ食べるときすでに中に火が入ってたりするのかな。また食うときの話してる。おお、外側は凍結してるけど中は燃えているわ。どういう仕組みなんだこれ。つまり火が通った自分の肉を美味しく食べてもらうために凍らせて鮮度を保ってるんだね。こいつずっと食べ物の話してんな。お次はレックレスグリフォン。レックレスはどんな意味なんだ。無謀だって。無謀。よく見るとこの子羽が薄いのよね。比較するとこんな感じ。確かに全然ボリュームが違うな。これは無謀な戦いをしてきた結果羽がボロボロになったと考察してるわ。お前にしてはまともな考察だな。これからは考察系で生きていこうかしら。思い上がるなよ。特にデバフとかないみたいね。レックレス種は無能力か。何らかの能力がないとこの世界での活躍は難しいわね。グリフォン様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。お祈りメール構文やめろ。知らない名前だ。あ、カワウソか。モッド版もいるのね。翻訳だとオッテルムスプライムって名前だな。馴染みのない単語ね。やっぱカワウソは可愛いわね。全然可愛くない。なんだこの顔面。よく見たら金属兜をつけてるのか。もっと可愛いのつけろよ。顔面アイアンマンじゃねえか。まあ面白枠だしいいレベルがいたらテイムしようぜ。あい。さて次はパリピラプトルことビアデッドラプトルよ。ド派手なトサカだな。ちなみにビアデッドはヒゲを生やしたって意味よ。確かにアゴヒゲがあるな。鼻毛ももさもさよ。それはいらん。この子通常の機上解除飛びかかりの他に C キーと X キーにも機上解除攻撃あるわね。どんだけ機上解除したいんだよ。能力はフレミング氏と同じ炎上だけどエフェクトがハートになってるわね。可愛いけどあの鼻毛持ちがやってると思うとなんとも言えない気持ちになるな。お、チャーリーがいるわ。やっぱ飛びかかりはゴリラにやるに限るわ。全然抑え込めてないな。あれ？正直よくわからん飛びかかりだったな。高速も全然成功してないし。でも火力と攻撃速度はなかなかのものね。さてお次はミスターフラックルズよ。ケバだってるな。ケバだってるわね。ぬ、なんか方向にエフェクトがついてるわ。まあ飾りのエフェクトの可能性もあるけどな。この方向ちゃんと攻撃判定あるわね。しかも2回ヒットだな。今謎の光の柱出てなかった？確かに私にも見えたような。何か降り注いでる感じするな。
綺麗だけど何もわからん。流星群みたいな感じだけど攻撃判定あるかわからんな。ってことで一般枠はここまでにしまして。皆様お待たせしました。ついにゴリラ紹介に移りたいと思います。待ってました。おいなんだこのケツ、エロすぎるだろ。ゴリラのケツに興奮するな。年齢制限つかない？はよ紹介せい。まず通常攻撃、メガクテクス特有の重低音が響きますね。そして岩投げ、この岩は属性によって色が違うみたいね。ファイヤーだから真っ赤だな。明らかに自然では見ない色の岩をどこから調達してるか私気になります。うおおおおおお、取り巻き召喚だな。素晴らしすぎる。ここは天国か？貴様が行くのは地獄だ。物騒なんですけど。痛すぎ。へえ、騎乗もできるのね。おい何乗ってんだ、芝くそじゃあの。消えちゃったわ。数えた感じ20秒くらいで消えるみたいだな。なんかの間違いで1週間くらいにならない？間違いすぎだろ。まあでも取り巻き召喚あるの嬉しいわね。別のモッドでメガクテクス仲間にしたことあるけど、あっちは取り巻き召喚なかったから、いつでも呼び出せるだけで嬉しい限りよ。は？強くないか？今回紹介した子たちより火力高いのマジ？この時点で格の違いが見えてくるわね。ステータスはこんな感じ。体力はさすがの高さだな。さてと火力測定といきましょう。1万ダメージ？ちょっと低めね。強すぎる。急にダメージのインフレを感じたぞ。これが上位種であるプロメウスの力か。通常攻撃に比べて岩投げの火力低すぎだな。でもノックバックしてるからそれ用なのかも。ふむ、デバフとかないのか？ないっぽいのよね。もしかしたら予想通りファイアは火力って感じで能力がない可能性あるね。雪山にやってきました。ここに何か用か？ファントムシと戦ってみようと思ってね。大丈夫か？レベル60のやつだしなんとかなるよ。まあ当然レベルは上げるけどね。あら？体力全然伸びないわね。そういえばテイム前でも体力830万あったのに全然伸びてないよな。ゴリラだからかな？じゃあ攻撃にぶっぱね。とりあえず4000まで上げたしこれでいこう。インフレがすごいや。一撃160万。とんでもない化け物だぜこいつは。負ける気しないわ。早速行きましょ。一応ゴリラを仲間にしたのはもう一つ理由があって、取り巻きでファントム種の火力を確認できるからなのよね。1万8000くらいだな。60レベルでこの火力はさすがね。めちゃくちゃ吹っ飛んだな。やっぱ岩はノックバック性能高いのね。160万ダメージが50万まで軽減されてるわ。結構なダメージカットするんだな。ただ楽勝ね。向こうのダメージも低いしゴリラもダメージカットあんのかな。ってことで楽々勝利ね。危なげなく勝てるのさすがボス生物だな。近くに520レベルがいたからついでに挑んでくる。高レベルとなると受けるダメージもやっぱ高いな。負けはしないけど泥試合だからやめとくわ。体力1億5000万だしな。さっきのやつの7倍もある。まあでも全然戦えるって知れてよかったわ。お、やっぱり能力無効みたいね。さすが上位種だな。ということで今回はついにボス生物を仲間にできたわ。さすが上位種なだけあって他と格の違いを見せつけたわね。本当に格が違ったな。違いすぎて今日テイムした子たちの印象ボロボロだわ。この子たちには悪いことしたわね。まあひとまずこれで拠点近くにファントム種が現れても対処できるようになったわ。確かに前は無力だったが怠慢で挑めるやつができたのは大きいな。そして今回属性はファイアにしたけどエレクトリックやポイズンも気になるから、また次回違う属性のボスを仲間にできたらと思います。ってことでまた次回をお楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。